こんにちは、福似顔絵師のもんもんです。今日はドラマで話題になっているあの人を描いてみたいと思います。今回の似顔絵は King&Prince の最年長でリーダーでもある岸優太くんと愛犬てんちゃん。愛犬というのはドラマの役の中での設定ですよ。この春のドラマ好き好きワンワンに主演の岸くん、亡くなった元愛犬との関係をめぐるお話ですが、このちょっと不思議な世界観と成長していく岸くんの姿に引き込まれてハマっている人続出中なんだとか。岸くんの自然体の演技が大好評なのですが、この愛犬てんちゃんも真っ白でモフモフでとっても可愛いんです。というわけで岸くんとてんちゃんツーショットで似顔絵を描いてみたいと思います。どんな作品になるのでしょうか。ぜひ最後までお楽しみください。ここからは筆ペンで実践を入れていきます。ワンちゃんなどのペットと一緒の似顔絵はよく描かせていただくことがあるんですが、描いている方もなんだか癒されます。どんな位置関係で描くかによって印象も大きく変わってきますよ。2人ともにこやかな表情で顔を描き入れていきたいと思います。てんちゃんのモフモフ感も筆で表現していきますよ。目が離せない中盤戦、引き続きお楽しみください。いよいよラストスパート、ここからはパンパステルで色を塗っていきます。今回は仲良しなふんわりとした雰囲気にしたいので、パンパステルの優しいタッチがとってもよく合うと思います。色塗りでもてんちゃんのモフモフ感をアップしていきますよ。どんな仕上がりが待っているのでしょうか。一緒に見届けていきましょう。
ました。チャンネル登録お願いします。